エムズです、今回は、煙プロダクトのドリップチップこちらのレビューを行っています。こちらは、煙プロダクトさんのご提供でお送りいたします。はい、ちょっとね、あの袋がアルミかかってるやつなんで、ちょっとねすげえ反射でね白飛びするんで出ました。煙プロダクトさんね、ツイッターでね活躍されてるね、あのドリップチップ作られてる方なんですけど、ちょっとね今回ねレビューをさせていただくことになりました。で今回ご提供いただいたのが、510このような感じで入っておりますね。まあ特徴的に、まあちょっと出してね。でこれあのこれオリングあれじゃないですか。これねオリングの径が違うんですね。緩い場合は使うようにあの入ってます。ここねシールしてるんですよ。だからこれねドリップチップの方ここまでオーリングのとこまでいかないじゃないですか。まあ普通にこれ機械ねピッてこう挟んでね熱通すとあのくっつくんですけど、そういう機械があるんです。シーラーだったかな。簡単なことをやるかやらないかなんですけど、こういうとこまで僕はなんだろう、あーすげえ細かいとこまで気にしてるんだなっていう風のはすげえ分かって、まあ間違いないんだろうなっていう。でこれ普通にねあのちょっと見えるかな、足を飛んじゃうかも。あ見えるね。ねこれ煙プロダクトってね名前入って、あのアルミこっち側は後ろ側はアルミね、でこういうの表はクリアになってるんですね。でこれ袋じゃないですか。別にドリップチップこの袋ね、インナーの袋に入れずにこっちに直接別に入れてはいいですよね。なのにわざわざこうね中に袋こう入れてね、あのこういう細かいの細かいところにあの行き届いてるっていうのを、僕そういうのがねそこを雑にせずちゃんとやってるっていうか、ちゃんとやってるとかやる必要があるかないかはね、もう別としてなんだろう、行き届いてるっていうのはすげえなっていう風にね、もうパッケージ自体で思いました。はい、でまずね510のステンレス、こういうくびれの感じで、テーパーって、まあこっち入り口の場合だったらこういう風にテーパーかかってるんですね。テーパーってね、まあ、ドーム状だったらこういう風なのとかね、こういう形あると思うんですよ。これ煙さんのドリップチップ逆、こういう風なの、こういう、わかんねえな、これ。こういう風なの。ちょっとわかんねえ。ファンネルって言うんですけど、ファンネル状に加工されてるんですよ。で、これね、動画でこうやってピッてこうやって見せても、これはね、入ってるかな？多分見てると思うんですけど、わかりにくいんですよね、実は。で、これあの写真を撮ったんで、ちょっとね、その写真をね、見てもらいたいのと思います。はい、まあ、このようにね僕ちょっとあの写真の方をね撮ったんですけど、綺麗。もう一つプラスです。これもあの完璧ポリッシュなんですよ。こっちはねそこまでステンレスの方はそこまでこれポリッシュかかってないでしょ。ちょっと残ってるんですよね。もうブラスはね完璧ポリッシュなんで、あの写真撮ってても曲面すぎるからいろんなとこから拾っちゃうんですよね。ポリッシュ映っちゃうんですよ。なので、ちょっとそこは諦めました。あの、いろいろこう、脇にこういうね、これを、僕、そっちから撮るとすると、こう、見え当たらないように、こうやっていろいろこう隠すんですけど、どうしてもね、360度綺麗に入ってきちゃうんで、ちょっと無理でした、僕の、あの、環境では。では、プラスをね、
もうすぐ指紋ついちゃうね。ファンネルもね、まあもうこれやばいっすよね。綺麗、すごい綺麗、とにかく綺麗。あ、でこれ内径 3mm です。510の方が、ね、種類がね、ルテムとかもいろいろあって、最近ブラックチタンかな、とにかくね、いっぱいあるんですね。で、内径も、2mm、3mm、6mm とね。最近はこちら。ね、これブラスのハーフインチ、810ですね。になります。これね、テーパーかかってるんですね。テーパー、まあ、ストレートで、こう入ってきて、入ってきて、で、テーパーでここを抜けます。ここがテーパーね。逆テーパーですね。これ、テーパーじゃないね、ストレートのやつもあります。で、それの、ウルテム、発売されるようですね。またね、こちら、その、やつね、まあ、インスタグラムも、煙プロダクションね、やられてますんで、あとツイッターの方、ツイッターの人なのかな、僕ちょっと最近、インスタの方ね、開く時間がなくて、ちょっと見てないんですけど、あとチタンブルーとかね、まあ、とにかくね、いっぱい種類あります。なので、よかったらね、そちら、ね、ご覧になっていただければ、わかるかなと。で、価格もね、そんなしないんです。そんなしない。510だったら3000円しないで。で、あと、ショップさんだとね、ミスターベイプさん。でね、ミスターベイプさんで、発売されてるそうです。まあ、そちらもね、ミスターベイプさんの方も、まあ、Twitter とか SNS ね、やられてますんで、よかったらね、そちらでもね、チェックしていただいて、まあ、実物ね、見れる方は、ぜひね、足を運んでみていただければなと思います。はい。まあ、ここまで紹介みたいな感じでね、やってきましたが、まあね、吸ってみましょう。ね。今、K ファンの方にはね、これ、ポップコーンシガーが入ってます。で、フォビア V2。ね。こっちには、コーヒータイムのロステッドヘーゼルナッツを、どちらになります。じゃあね、まずね、810からいこうかな。810、今僕、ショートの方ね、棒つけてますが、とりあえずこれで吸ってみて。うん。うんうんうん。まあ、こんなもんね。あら。あんまりね、僕、精度高いのはね、そんな好きじゃないんですけど、合う。うん。なんかブラスがかっこいいな。こんな感じ。どうですか？もうちょっとしっくりくるやつにつけたいですけどね。うん。では、いざ。まだね、僕一回も加えてないです。写真撮りで触ってはいますけど、一回も加えてないです。ちょっとね、これ当てて吸う人、こういう風にね、とね、この当たりね、ここの内側のこの当たり、これはね、気持ちいい。うん。で、こう、こうやって唇にこうやって入れちゃう人。こうやって。と、ちょうどね、これが引っかかるね、ここはね。ここは。こうやって、唇でね、触ってると心地いいんですけど、このあたりはね、好み出るかな。うん。うん。
うん、かっこいいな、でも。あ、こいつはあれだね。こいつははみ出ちゃうな。うん。うん。で、結構内側もね、飛び出てこないし。うん、当たり心地いいね。うん。唇の当たりがね。うん、そういうのが俺はね、結構ね、うるさい。うるさいですよ。では、ちょっとね、他の方でね、こう、3ミリはレビューしててね、僕も知ってるんですけどね。じゃあ、Kファンでね、聞いてみます。うん、今週はうめえな。ほんと好きでね。じゃあステンでいっちゃおうかな。もうケイファンもちょうどどうなんだろう、当たってんのかな。うん、やっぱ長えな。まあこれはね、好みがねあるでしょうから、まあ僕しかもなおタンクにつけてるから余計ね、そう感じるんですけどね。じゃあ振ってみます。まずくわえ持ち、うん、うん、ちょっと濃くなるね。ちょっと濃くなる。小屋のこっちはね、最高だね。やっぱくびれはいいよね。なんだろう、いつもね、ストレートしか使わないから、結構ね。だから、こう、この、K ファンぐらいの太さのやつ使ってると、なんだろう、いつも、加える心地が全く違うから一瞬んっていう風になるんですけど、こう慣れていくとどん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 気持ち変わるね。うん、あ、ブラスのがね美味しい、なんか。うん、僕はあれかな、このくびれにね、唇を合わせない方がいいね。僕、ここで、ここら辺で、こう、まあ、当てる感じ。うん。それがいいな。そっちが美味しいな。加えちゃえるかは。あとね、僕、これにね、つけたかったのよ。なんかの駒、チェス、うん、これいいね。こうもう、まあ僕やっぱね、タンクの高いのがね好きじゃないからね、ここをこうやって合わせるとね、これはいいな。うん、これはね、僕はこいつをね、ギャラクシーの最近つけてたんですけど、
うん。うん。ブラスが美味しいな。ブラス。810は口当たりいいし。こんな感じかな。なんか見てるだけでいいもんね。あのファンネルもすんげえ綺麗なんで。すげえ綺麗。使ってる方もね、結構いらっしゃるんで、手に取ってね、見せてってね、もらうと、綺麗さがすごい、美しさがすごい、こう、わかるかなと思います。それでは、今回は、煙プロダクトさんよりご提供いただきました、510のドリップチップと、810のドリップチップでした。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。それではまた。